前から見たら真っ黒に見えるようにしました。だってスカニアのマーク、スカニアです、はい、ですよね、はい、憧れてなんちゃってスカニアを作ろうと思って。そうですね。トラックオアシスサントスさんからお送りします。あなたのトラックニュースでということでやっていきたいと思います。続いて宮崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒でめちゃめちゃ渋くてかっこいいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと気になったんですけど、はい、これってスカニアのマーク、スカニアです、はい、ですよね、はい、スカニアに乗りたいけど、はい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 、ダンプなんで乗れないんで憧れてなんちゃってスカニアを作ろうと思って。そうなんですね。憧れて、いや、かっこいいですね。スカニアはいつから好きなんですか？もうスカニアは昔から10代の時からかっこいいなと思ってました。ね、運転手はどのぐらいやられてるんですか？もう20年ぐらいしてます。じゃあ10代の時から。そうです。うわ、はい、すごい長いですね。めちゃめちゃベテランさんじゃないですか。はい、ずっとダンプ乗られてるんですか？いや、小さい4トンとか2トンとかから始めて。あ、そう、今が大型。はい、大型乗り始めてはどのぐらいなんですか？15年ぐらいですか。はい、長いですね。はい、あ、プロだ。このトラックは新しめですよ。半年ぐらいです。半年なんですね。はい、ピカピカですね。このカラーリングは社長さんとかがもう会社のカラーなんですか？そうです、一応自分のトラックなんで。あ、社長。一応なんちゃって社長。なんちゃって社長って何それ。あ、そうなんですね。かっこいいですね。はい、なんで黒にされたんですか？もともと最初1台買ってたのが真っ黒だったんで、それに合わせて2台目も黒にして同じような感じで今作ってます。そうなんですね。はい、ここがまた変わってますよね、グリルが。そうです、メッキを塗ってもらって、はい、はいはいはい、もう前から見たら真っ黒に見えるようにしました。はいはいはい、いや、かっこいいですね。はい、ちょっとこの周りがメッキ残ってるのがめちゃめちゃかっこいいですね。円、なんていうんですか、エングラッドパーソン。どういう意味なんですか？スカニアの原産国のスウェーデン語で幸せなっていう、向こうの人がなんか大事にしてる言葉って聞いて。そうなんですね。ただそれをもらったみたいな。あー、なるほど。はい、あ、いいですね。そういう幸せ系の、幸せになりたいなと思って。素敵。はい、上の方はあれはダミーです。あ、ダミーです、ね、ならないです。あ、はい、もう見せかけというか。そうです、かっこいい、かっこつけだけ、かっこつけ。はい、上の四角いですね、ワニマーカー。ワニマーカーって言うんですか？正式名称よくわかんないんですけど、はいはい、私ワニに似てるからワニマーカーって言ってるんですよ。自分で。いや、なんか知り合いもワニって言ってわかんないんですけど。珍しいと思いました、はい、ワニマーカー。カクカクしてて、はい、すごいですね。はい、下の泥除けが、はい、プロフィアって書いてあって、本当はスカニアとか外国のトラックはスカニアだったらスカニアって言って入ってるんですよ。はいはいはい、そうですね。でもスカニアじゃないんで真似して、はい、プロフィアみたいな。あ、そうなんですね。はい、でもめちゃめちゃかっこいいです。はい、わ、やっぱりかっこいいですね。はい、ありがとうございます。ここも黒っぽくしたんですか？そうです。スピーカー。多分これジェットさんの。あ、そうなんですね。はい、スモーク。はいはい。じゃーん。よいしょ。わ、わ、すごい。真っ黒でまとまってますね。かっこいいですね。はい、黒統一って感じ。真ん中のテーブルも黒い。あ、そうです。かっこいい。で、真ん中にでっかくスカニアの。スカニア。めちゃめちゃ好きなんですね。大好きです。へえ、はい。かっこいい。で、なんかめっちゃ可愛いんですけど、ここだけ招き猫。可愛い。商売繁盛と。ああ、なるほど。はい、トムとジェリーの。トムとジェリー大好きなんで。あ、そうなんですね。で、吹き出し口から出てる感じのとか。あ、そうです。スイッチの上に乗ってたり。あ、乗せてます。え、かわいい。なんか女性ならではの内装ですね。そうですね。めちゃめちゃかわいいですね。お、ネズミ。何ですかこれ。見たことある。そうでしょ、ムーンアイズの。ああ、
そうです、びっくりした、ちょいコアで、ちょいコアで、でも可愛い、はい、新しいですね、初めて見ました、はい、このタイプ。普段何運ばれてるんですか？泥、はいはい、砂利とか、あ、そういうの、ほとんどもう残土とか、はいはいはい、土関係が多いです。あ、はい、そうなんですね。結構距離を走ったりするんですか？いや、もう地場なんで片道30分をずっと行ったり来たりとか。同じ道を、はい、あ、そうなんですね、はい、でもランプの方って結構行ったり来たりで。そうです、同じ道ずっと走ってるイメージありますね。多分みんな飽きてると思いますこのはしごも黒く塗ったんですか？そうです、作ってもらう時に一応ボディに合わせて黒にしてもらいました。ここ隠してるんですね。そうです、ここすぐ錆びちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。そうです、それを隠す円隠してるみたいな。表面だからやっぱない方が、こうカバーがあった方がいいですよね。あった方が、はい、こっちもまたマーカーがスタイリッシュな感じが、はい、あれですよね、アメリカン系の、はい、かっこいい。夜も光り方がまたかっこよさそうです。そうです、ボハメで。そうです、ここチェッカーフラグ、時間アメリカンっぽく、はい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 、はい、おしゃれですよね。ですね、うん、かわいいです。なんか職人さんはこの柄を出すのが大変だったって言ってました。あ、そうなんですね、はい、どうやって出してるんですか？なんか多分傷をつけてここだけくすませて、はいはいはい、削ってみたいな、はい、って言ってました。すごー、はい、めちゃめちゃ綺麗ですね。テールはボルボ、あ、ボルボのテールに変えたんですね、はい、そうです。 あ、同じですね、坂田さんと。あ、そうです、そこも作ってもらって、はいはいはい、お空にしようぜみたいな感じですか？ではないんですけど。あ、そうなんですか。はい、一応なんかここは貼って飾りをした方が見た目が良くなるかなと思って、はい、いや、めちゃめちゃおしゃれでかっこいいです、はい、ここも塗られてるんですか？後ろ、ここはもう最初全塗装の時もう結構傷だらけ、はいはいはい、結構なるんですよ、年に2回ぐらい塗らないと、はい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 、だから今ちょっと傷だらけ仕事してますって感じがですね。いや、かっこいいですけどね、これは味が出てて、はい、でも年に2回塗るんですか？ですね、やっぱ飛び石とか錆びてきちゃうんで、はいはいはい、もう後ろからの見た目がぐちゃぐちゃになるんで、はいはいはい、ランプって言ったらそれが普通だったから。そうですよね、まめに黒く塗ってるの。そうです、ちょっと神経質な、すごい神経質すごい綺麗にされてますね、はい、タンクもう黒なんですね。そうです、全塗装の時に一緒に塗ってもらいました、はい、そうなんですね、はい、一体化してるんでタンクがあるって全然分かんなくて、なんかいいですね。あ、本当ですか。やっぱり黒に統一するのにこだわって。そうです、もう黒にこだわってはい、はいはい、かっこいいですね、女性で真っ黒っていうのが。あ、そうですか。めちゃめちゃイカつくてかっこいいです。はい、憧れます。2台とも本当に綺麗で、もう色を、ね、赤と白と黒ってすごいまとまってて、細かいところにこだわって素敵でした。ありがとうございました。で、こちらがチェックのスキッターなんですけど、よかったら飾ってください。 ありがとうございます。飾らせてもらいます。で、今日なんですけど、はい、私明日仕事が夜中の、もう日付変わった時間から仕事なんで、そうなんですね、ちょっと帰らなきゃいけなくて、はい、で、ちょっとお昼ぐらいから宮崎さんにお願いしてもいいですか？はい、できますかね。大丈夫だと思います、はい、途中から今日は宮崎さんで、はい、頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いしておきます。休憩も一切しないんですか？はい、トイレも止まらんし、飯も食わんし。キューピーちゃん、いろんなポーズがあるの。自分の分身です。行けると思いました。今日の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。